どうも、土屋です。今回この動画は自分が料理をしていて思ったことがあったんで動画を撮らさせていただきました。で、先ほどちょっと料理してたんですけども、包丁でいろいろ野菜を切ってたんですけども、その時にキレが悪くてどうしようかなと思った時がありました。どうしてもちょっと皮を切っていて硬かったんで、どうにかして切れるようにならないかなと思った時にふと思い出したのがあったもので、この動画で紹介していきたいと思います。それではどうぞ。はい、それではちょっとお伝えしていきたいと思います。で、包丁なんですけども、包丁が切れづらいよって言った時に、研ぎ石だったり、またはこのような研ぐものがなかった場合に、さあどうしようってなりませんか。そんな時に役立つのがこの茶碗です。はい。で、茶碗のどこを使うかというと、この裏側ですね。裏側のここです。はい、ここを使っていただいて、このように包丁を研ぎます。まあ、研ぐ回数はご自身にお任せしますけども、ある程度研いでもらえればだいぶ切れるようになるんで、それもどこのご家庭でもあるものなので、すごく簡単ですね。ぜひやっていただきたいと思います。はい、そうするとこの茶碗の裏側が見ての通り研がれてるっていうのもあって、まあ自分が使ってる包丁が汚いのかもしれないですけども、だいぶここに汚れがつきます。はい、これで OK ですね。で、よく見ていただければ分かるように、今研がれたところがこのように綺麗になってると思います。このように茶碗のこの裏側で研げますんで、もしちょっと切れないなーなんて思って、研ぎ石だったりそういうものがなければ、こういう茶碗を使っていただければなと思います。はい、以上です。ありがとうございます。